怒涛のごとき赤軍の侵入、好むと好まざるとにかかわらず、魂を戦場に捨てた動物たちの悲劇が始まる。間違いなく火事もまたその一匹であった。食料はいらん、説教無用だ。こっちからくれてやる。頭に一発ぶち込んでやる。誰も動くな。寺田下、誰でも動いたらバラせ。こいつら一層よ、きくさって何が最後の一戦だ。貴様らがな、そうやって一切合切持って逃げ自宅するために俺たちは全滅したんだよ。全滅を食らせるぞ。生命を懸けた両親も善意も、悲痛な希望も愛願も蹂躙して歴史は過ぎてゆく。所詮人間は激流に翻弄される一片の花びらに過ぎないのか。美智子、俺たちはもう一度やり直すことができるだろうか。俺たちが中国人たちの犠牲の上に過ごしたあでやかな生活のために、今俺は高い支払いをしている。しかもそのために人を殺し盗みをしなければ君の方へは一歩も近づけないのだ。巨匠小林正樹監督が軍隊の崩壊と荒野にさまよう人間の運命を通じ、高らかに戦争否定のテーマを歌う人間の条件。全世界映画史を飾る長編大作、大松竹が7億の巨費と3年の歳月をかけ、絢爛五大スターを擁し、本邦初の立体音響映画としてここに送る人間の条件。